震災後、日本を訪れた外国の方が一番感動したというのは、冷静に秩序だって行動している被災者の皆さん、それを懸命に支援しようとしている官民挙げてのさまざまなスタッフの皆さん、その姿に気高さを感じたという方がいらっしゃいました。戦前、フランスの大使館にいた方が、名言を残しています。 戦前でですすから日本は貧乏な時代ですフランスの性格がどうか分かりませんが、日本は、ボーブルだけど、ノーブルだと、貧乏だけど、気高いと言ったそうです。その後、我々は豊かさを経験をし、貧乏ではなくなったけれども、もしかすると、ノーブルも忘れていたのかもしれないと思っていましたが、どっこい DNA として、そのノーブル、気高さを持っていました。